で、あの先日日経テレ東っていう番組で、あの頭がおかしいと最近話題のイェール大学助教授成田先生の弟さんがあの出てお話をするっていうのがあったんですけど、でそのなんかあの成田先生お兄ちゃんの方は、まあ、いきなりなんか東大受かりました、なんか東大出席で卒業ですみたいな感じ で弟さんも慶応大学ですみたいな感じで割と高学歴なんですけど、でそのまあ、あの周りの大学生とか見てたりとか、まあ、受験やってたとしても、あの視点が違うから自分は全然いけるって分かってたっていう表現をしてたんですよ。で、その物事をどう見るかっていう視点がもうすでにある程度達観した上の目線から見てるんですよね。なのでその5000円あげる派の人って500円もらう派の人の気持ちってこうなんだよねっていうのが分かった上で、5000円の方があの自分にとって得だよねっていうのが判断できるっていうのは、その500円側の視点もちゃんと理解した上でこう上から見れてるんですよ。で、500円もらう側の人って実はその5000円の方があのもっと幸せになれるよってのが分かってなくて、その500円の視点のところで止まっちゃってるっていうのがあって、なのであの視点を広げるっていうのは結構大事だよねっていう話だと思うんですけど、で今日のタイトルが500円と経済学と幸福心理学と道徳って話をしたんですけど、で今話したのが幸福心理学の話です。あのサイエンスオブハピネスっていう最近流行りのなんかイェール大学の先生がやってる授業とか結構有名なんですけど、